皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店になります。今日はね、ちょっとこちらコンビニの方の店頭で売っていたので面白いと思って買ってきました。何かというとね、ミニミニジオラマコレクションモンスターパーク2という形で、ドラゴンクエストのね、あのモンスターのキャラクターが入っているジオラマのおもちゃという感じですかね。一応種類としては6種類あるみたいですね。じゃあこちらね、開封して見ていきたいと思います。はい、それでは、見ていきたいと思います。パッケージはこんな感じです。ミニミニジオラマコレクションモンスターパーク2全6種類という形のパッケージになってます。ラインナップはこんな感じですね。スライム爆弾岩、スライムいたずらモグラ、スライム、ゴーレム、あとねこっちですね、メタルキングとミミック、ホイミースライムとベリアル、バブルスライムとジャミラスという形でね、基本的にはスライムですかね、スライムと、あとモンスターの組み合わせといった形になってますね。あとはね、こちらジオラマみたいになってるので、背景はね自分で貼れる、背景シールというのがついているという形になってます。一応ね、こちらのものに関してはこちらの3種類についてはね、背景シールですね。でこちらのシール、3種類については、シールの方がね、お城って形の背景になってますね。じゃあこれ開けていきたいと思います。じゃあここからは開封動画という形になります。ちょっと綺麗に開けていこうかなと思ったんですけど、もうベリベリっといかせていただきます。中身はね、こんな感じで、またさらに何か書いてありますね。はい、箱の中はこんな感じでね、完全に、ケースと、こちらの商品の箱が同じ大きさですね、ほぼほぼ。はい、こんな感じで、ビニールに包まれていて、中身はですね、お城ですね、お城のシールが入っているので、お城の方の3種類のどれかといった感じですね。はい、じゃあ開けていきましょう。下のジオラマのね、このベースの方もちゃんとこういう風にね、彫ってある形でね、非常にかっこいいですね。じゃあこちらですね。はい、はい、私の場合に関してはこちらですね。これはね、こちらですね、バブルスライムとジャミラスという形になってます。ちょっと開けていきましょうかね。はい、じゃあ開けていきます。なんかね、こんなあれですね、氷みたいな岩と、あとこちらですね、バブルスライム、あとはジャミラスですね。これどうでしょうね、ちょっと見えますかね。ちっちゃい私の手に対してこの、フィギュアの大きさなんですけど、非常に綺麗にね、塗装されてますね。こんな感じですね。バブルスライムもちゃんとね、目があってね、こんな感じの綺麗な、塗装がしております。まあ、あとはね、これをこの中に、こんな感じで並べるんですけど、多分あれですかね、このベリアスがね、立てないので、こちらのね、さっきの透き通った岩にこうなんかね引っ掛けておく感じですかね。あとはバブルスライムと、あとはね、こちらの、シールになってるので、これをこうね、裏側に貼って、それで、この中にね、こう組み立てると思います。はい、後ほどね、シールの方は綺麗に貼っていきたいと思います。じゃあ一つはこちらになります。じゃあ次ですね。はい。
こっちもねちょっと強引に開けちゃいますか。じゃあ、こっからは、まあ、こっからはっていうかね、今1個目開封しました。2個目になります。2個目はねまたお城ですね。はい、お城のシールが入っていて、はい、あれですね、はい、こちらです。開けていきましょうか。メタルキングスライムとミミックの組み合わせですね。はい、まあ、こっからはねちょっと単純な開封動画になってしまいましたが、はい、一つがこんな感じですね。もう一つがミミックはこんな感じです。これはね、メタルキングですね。メタルキングスライムとミミックの組み合わせになってます。どうでしょう、こちらもねミミックも非常にこう綺麗にね塗装されてますね。私のこのね指の手の大きさでこのフィギュアのちっちゃさですからね、それでこんだけ塗装されてるのは非常にね、すごい商品かなと。こちらねキングスメタルキングスライムもねこんな感じで非常に綺麗ですね。はい、こちらもねじゃあ こちらのジオラマの方にね、まあ、こんな感じで、さっきのねベリアルはね倒れてしまうんですけど、まあ、こちらに関してはこういう風に飾れますと。でさっきのねこの中に後ろのシールをね裏側に貼って、それでここにこうかぶせる感じですかね。はい、こんな感じの、ジオラマができる感じですね。ちょっとねシール貼っちゃいますかね、せっかくなんでね。動画を撮りながらシールを貼るというね、やり方をしているので、まあ、綺麗に貼れるかなって感じですけど、もう裏側に貼るシールですからね。これねシール自体はねあれですね、今私失敗したんですけど1回目、これね貼り直しができますね。1回だったらね貼り直しできますね。でこんな感じではい、こうやってジオラマを置いてこれをかぶせると、はい、どうでしょう、こんな感じですね。はい、こんな感じの、ジオラマになります。はい、今回当たったのはこちらの2つになります。ミミックと、メタルキングスライムのペアと、あとベリアルと、バブルスライムの、ペアのものが当たりました。はい、商品に関してはこちらになります。モンスターパーク2、こちらの、商品全6種類ある商品ですね。その中からこちらの2種類が当たった形になります。私の手のひらのサイズに対してねこの小ささなんでね、非常に小さい、フィギュアになるんですけど、ただね形成色は非常に綺麗に塗ってある商品となっております。はい、以上となります。今日はこれ開封動画という形で、商品は、モンスターパーク2といったものを購入してきましたので、こちらの商品レビューになります。はい、こんな感じでね、開封して、実際にねどのぐらいの大きさのものなのかというのをお見せできればという形でやっておりますので、よろしければチャンネル登録、またよければこの動画に対して高評価をお願いします。